弁論力のある人間になるぞ。弁論力のある人間になるぞ。弁論力のある人間になるぞ。じっとしていることが辛いです。しかも健康で健全なことを何かしていなければいけません。しかも待ち時間を指定されていますです。勝手にいなくなってはいけません。名前が呼ばれた途端にすぐ行かなければ、お店からも怒られます。寝不足ならあくび、寝不足じゃない時でも出る時のあくびが本物のあくび。あくびの中のあくび、説明聞いてもわからない、本で読んでもわからない時に出る時のあくびが本物のあくび。究極のあくび。さあ今日もエッセイストとして練習しています。こんな原稿でしょうか。悪い癖、悪い習慣をやめることは新しく何かを覚えることよりも難しい。悪い癖は自分自身に染みついた実力であり、現実、本性と言って良いのに対し、新しく挑戦している物事は身につかもさっぱりわからない夢、理想である。ややもすれば理想ばかりを追いがちで現実を見失う。悪い癖と知りながら直せない要素を変えるために、自分自身に自動トラップを仕掛けるべきか、悪い癖の原因になる道具を廃棄すべきか、そこまで意識しないと悪い習慣は永遠と繰り返されるものである。良い方法としては、悪い習慣とよく似た毒素の少ない偽物に、こっそりすり替える作戦が効果的かもしれない。全てを禁止したらストレスがたまるのは決まっているから、まあ、似たものにすり替えて毒を減らしていくのである。それでも悪い習慣は消えることがない。老化しても癖が出るし、元気で浮かれすぎても癖が出る。一人でいても癖が出るし、人が大勢いる場所でも癖が出る。その癖とやらにあだ名をつけて射的ゲームなどをするべきか。心のいたちごっこ。私はその悪い癖を心のいたちごっこと呼ぶことにした。悪い癖をいたちごっこする様は、一つのゲームとして楽しむしかないようだ。楽しめるだろうか。今日こそあのイタチ、かっこ癖を捕まえてみせよう。捕まえられない悪い癖。その癖との距離は自分の身長の2等身半。そのくらいだろうか。渋滞を避けたい時の呪文。ほんにゃらほんにゃらほんにゃらごーん、ほんにゃらほんにゃらほんにゃらごーん、にゅるにゅるっとにゅるにゅるっと、車と車の隙間をゴー、ちょこまかちょこまかちょこまかポーン、ちょこまかちょこまかちょこまかポーン、プルプルっとプルプルっと、プリンみたいな動きで隙間をゴー。草刈りした草の呪いで皮膚がかぶれてかゆすぎる。草刈りした草の呪いでマダニに2度刺されたことあるよ。草刈りした草の呪いでまた足長橋に刺されそう。草刈りした草の呪いで崖から落っこちて死にそうです。じゃあ今日の動画はおとなしく終わりますけど、今夜はですね、まあ、エッセイのタイトルを箇条書きにして寝ましょう。書くのは大変だからタイトルだけ考えて寝ようと思ってます。じゃあ終わります。